ハロー、アサギーニョです。ハロー、サヤンサです。今日はですね、モテ女研究会を行います。お集まりいただきどうもありがとうございます。私たちの会話のテーマに、はい、モテる女子とは、そう、どういう女子なのかっていうね、モテる仕草とかもね、ちゃんと分かってる人はモテるんじゃないかと。今回はね、2人でモテる仕草、言動、どういうことをするとモテるのかっていうのを学んだ後に、2人である1人の男性にそれを活かしてちょっと落とそうという。まあね、どっちがさ落とせるかどうかはちょっとまだね分かんないですけど、今からちょっとみんなと学んでいこうと思います。ではね、まず1個目、目が合った時に そらす。かわいい。どうですか？髪をかき上げる。髪をかき上げる。うちらにはね、その髪の毛がないから、身振り手振り あのリアクションが大きい人が、おいしい、こんな感じで、これこれずっと欲しいって言って食べたのに、え、嬉しい、これが。今のと似てるんやけど、次は表情を豊かにする。食べ物を美味しそうに食べる。あ、もう大丈夫。これは得意。まあこれもまた私たちにはできない、結んだ髪もほどくっていう仕事ですね。ロングにした方が結果どうなんでしょう、どうなんでしょう、ロング派ショート派、結果どうなんでしょう。次ですね、笑った時に恥ずかしそうにする。あ、はい、ちょっと待って、こんな感じかな。すごい、わーって笑うと、よくね、最近の女の子はこう、こうちょっと慎む、慎め笑い。そうね、慎め笑いね。次ですね、これド定番じゃないでしょうか、上目遣い、うん、あざとさですね。でもね、私背高いからさ全然上目遣いするタイミングなくて、上目遣いができひん。3、2、1。一番ブサイクちゃう、この顔。睨んでるように見えんねん。睨んでる。え、ちょっと。あ、うん。うっていう顔。うわ、それやで。こんなもん、こんなにもできんことあるかな。うわ、上目遣い。ネクスト。ちょっとなんかね、意外、結構上位やった。隠れて、こっそりあくびする。嫌じゃない？次、王道ですね、これは。袖をつかむ。絶対こんなん、うち166に2メートルぐらいの人にしかできへん、こんなん。では、はい、次。これはね、ボディ、うん、ボディタッチ。ボディタッチ。いや、ほんまにでもモテる子はさりげなくなる。なんかこうやってるわ。とかなんか、え、めっちゃなんか肌きれない。そうなの、だからさ、惚れるやろ。もちもちとか。これ、そんな、じゃ女の子は男の人にやで。男の人からはもうこれさ、うん、男子はやったらダメです。あ、あとこれ、え、なんかめっちゃ手大きない？え、これ私キュッてする。うち手でかない？え、めっちゃでかない？あんた身長もでかいし。いらんねん、そんな。最後です、最後、はい、最後は髪を耳にかける。この仕草、これうちであれもできるよ。ということで、今から二人で実践をしたいと思います。したいと思います。まあね、こう覚えるのと実践するのとではまた違うんで、レッツゴーゴー。わぁ、メッセージから並ぶ水事主事すあ、水事お湯のご飯だって。えぇ、ー、に、うん、こうしてな、てくんな、学生時に恋愛したこと下がかってくるやろ。えぇ、ー、にぃぃ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 20! うわぁ、やだ、そんな怖いよ。高い。でも超かっこいい。甘い。めっちゃ甘い、うん、最高だよ。甘い。じいちゃんが切ったから余計美味しい。上手だな。じいちゃん、ありがとう。ありがとう。ありがとう。バイバイ。じゃあバイバイ。ありがとう。はい、モテ仕草ですね、私。はい、以上ですね。私
私たちモテ仕草結構だいぶ活かせたんじゃないですか。いっぱいさりげなくしてましたよね。結構ね、隙間隙間にいろいろ入れていた、結構なんで好印象というか、うん、心はぐっとつかまったんじゃない。ほうわからんでた。ほうわからんでたし、たぶんリケットって結構男子っていうのはちょろいですね。はい、今回ですね、モテ仕草ちゃんと私たちマスターできたということで、今日の動画は終わります。じゃあまた明日も見てねー。バーイ。なし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 、よなし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 、早く食べたいよなし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 。